今日のオーナーさんはこんな可愛い女の子です。なんで照れるんですか。最後まで振り切ってください。セブンです。こんにちは、福井の旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいて、いつも本当に励みになります。今日はね、この FC3S RX7 ですよね。しかもカブリオレってことでね、紹介していきたいと思います。でね、このね、オーナーさんが実はね、すごい可愛らしい女性の方なんですよ。それではね、見ていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあね、まずこの角度が一番好きっていうことで、はい、ね、一緒に写ってもらってもいいですか。座っても、あ、任せます。はい、ほらこんな感じでね、めちゃめちゃこれね、見る人が見たらめちゃめちゃ不似合いですよね。こんな可愛らしいのにこんなにかっこいい車を乗っているということです。はい、ありがとうございます。でね、これ、まあ、この角度がオーナーさん好きっていうことで、まあ、この角度でいいんですよね。はい、確かにね、めちゃめちゃかっこいいですよね。すごいと思います。で、今ちょっとねお話を伺ったんですけれども、これもともとお家にあったって、はい、これは何歳ぐらいの時にあったか分かります？もう生まれた時から多分あったと思うんです。はい、ちなみに今おいくつでしょうか。今今年22になります。22歳。ということは22年前にはもうすでにあったと。お父様が乗ってらっしゃったってことで、はい、ね、どうでしょうか。視聴している皆さん、生まれた時から FC が家にあるっていうのがね、平成生まれです。はい、はい、ということで、このアルミホイールなんかもね、もともとついていたアルミホイール。そうです。なるほど。磨いてもらったんです。はいはいはい、綺麗、はい、にしてもらって今履いてるっていうことですね。はい、これね、僕中学校の時持ってましたよね、1本だけね。これで思い出しました。これ、ね、215、45、17っていうことで、まあね、FC とかって17インチめちゃめちゃかっこいいんですよね。じゃあね、この横とかね、見ていきたいと思います。でカブリオレなんでね、こんな風に、ね、なんていうのかな、布というか、そう、ホロですね、ホロがあります。で、先ほどね、なんか自分でカスタムした点ありますかって伺ったら、あそこにね、あれダッフィーちゃんですか、あれ。こっちチェリーメイですね。チェリーメイ、はい、もらったクマちゃん、はい、全然、はい、全然わかりません。はい、でハリネズミと、ね、ここがポイントみたいですよ、ね、はい、かっこいい。でもかっこいい色ですよね、これ。そうですね、父親が作ってくれたんで、はい、はい、ね、セブンのね、このお尻かっこいいですよね。めちゃめちゃいいと思います。はい、で先ほどお伺いしたら、まあ、アパレル関係のお仕事してますよって、通勤車で使っているっていうことでね、なんて言うんでしょうか、スタッドレスを履いて冬も雪がそんなにひどくなければ走っちゃうってことですよね。はい、なるほど。バスにしてます、冬は。あ、バス、はい、あ、その方がね安全です。はい、本当にスピンしちゃうんでね。はい、でぐるっとこう回ってきましたね、こんな感じです。はい、まあ、初めてね、旧車でこの女性オーナーっていう方にお会いして、どんな人が乗ってるのかなと、本当に可愛らしい女の子っていう感じでね、
似合わない、いい意味で似合わないと思います。はい、でね、実はこれカブリオレなんで、まあ、ホロがね開閉できるらしいです。でそれをねちょっと、後でやっていただきたいなっていうふうにお願いしたら、いいですよって言ってくれたんで、やっていただきたいというふうに思います。はい、じゃあねホロをね開けていただこうというふうに思います。お願いします。どんな風に開けるのか全然わかんない。いい音しますね。はい、なんかこの辺をいじってます。バチッバチッ、なるほど、なんかフックで止まってるんですね。久々なんでちょっとぐずってる感じでしょうか。来た。わあすごい、本当だ。こんな風になるんだ。結構ね硬いんですよね、はい、あそこにねなんかレバーがある、まあ、あれはね、なるほど、これでオープン状態と、はい、なるほど、かっこいい。全然あれですね、なんか印象が変わりますよね。そうですね、素晴らしい。あのウィンドウをねちょっと開けてもらってもいいですか。多分これが完全に降りるとよりカブリオレのね本領が発揮されるんじゃないかなというふうに思います。はい、あ素晴らしいね、こんな感じ。はい、どうですか皆さん、これがね生まれた時から家にあるんですよね。すごい、なるほど、はい、ってことでこれは完全にツーシーターってことですね。そうです、はい、はい、すごい、このバケットがね昔からあるんだぞって、はい、これはねでも勲章だと思います。なるほど、こんな風にハリネズミがいます。これカブリオレなんか、はい、オートマだけなんですよね設定が。そうみたいです ね、らしいです、ね、はい、この辺はね赤いです。お父さん昔走り屋だったのかな。なんかそんな雰囲気も若干ありつつの、ね、FC3S どうでしょうか。これめちゃめちゃかっこいいというふうに思います。はい、それじゃあねオーナーさんのご厚意で、ね、助手席に押してもらえることになったんで、ね、ちょっとドライブに行ってきたいというふうに思います。じゃあお願いします。はい、お願いします。はい、ね、撮影ということで、しかもあの女性の隣ということで、私めっちゃ緊張してます。お願いします。お願いします。なるほど、どこでもいいんですか。はい、どこでもお願いします、はい、できればあの丸岡城がちらっと見えるところがいいです。でもアイドリングやばいんで、止まっちゃったらごめんなさい。これは
調整です。そうですね。最近ちょっと調子悪くて。なるほど。整備に出しましょう。父親に頼んで。整備士なんで。あ、お父さん整備士さん、はい、されてるんですか。そうです。なるほど。でも本当にじゃあもう車が好きなんですね。そうですね。なるほど。なんかさっきお話伺ったんですけど、はい、お家にはまだマツダの車が2台あると、はい、何があるんでしたっけ。エイベストワンとはい、お宝だらけです、ね、僕はあのお父さんとお友達になりたいと思いますちなみにお父さんはおいくつの方なんですか。今年35になります。もうちょっとです。今年35ですか。はい、あと2日ぐらいで。なるほど、はい、私より年下でした35、7歳も若いお父さんの方が。そうなんですか、はい、めっちゃ若いですね。そんなことないです、はい、なんかちょっと辛い、ね、はい、実はここね、堺町の福井県の丸岡町ってとこでね、聞いたことあるかな皆さん、一筆計上っていうの聞いたことあるでしょうか。何でしたっけ、5000円の手紙でしたっけ、何でしたっけ、日本一短い手紙、なんちゃらかんちゃら馬肥やせとかいうやつですよね。そうなんですか、はい、わかんない、はい、でも、はい、皆さん、あれが丸岡城です国宝にはなれなかった重要文化財ですね。日本で一番古いお城ということで、はい、はい、ね、あの運転お上手だったかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。コメントもどんどんお待ちしておりますのでぜひお寄せください。それではまた次の動画でお会いしましょう。かっこいい。